はい、どうもこんばんは。何枠も取り直してすいません。今日は2019年、1月の、13日かな、土曜日曜日か、1月の13日かな、5時32分です。よろしくお願いします。あ、近藤さんだったんだいや NG は NG だよ、ごめんね。いや俺にも触れられたくないこともあるわけじゃん。ちゃんと心地よく喋りたいからさ、ごめんね近藤さん、NG ワードはちょっと設定させて。いやさすがにもう連投されてももう答え飽きてるからさ、俺は申し訳ない。さっきの枠面白かった、ありがとう骨抜きさん。まあまあいろんな人がいろんな思いで配信見てるなっていうのは改めてね、リスナーさんの声を聞くとわかるよね。いろんな人がいろんな感情で見てて、やっぱりさコメントだけだと無機質だけどさ、声を聞くとさ人柄が出るって面白いよね。あ、この人真面目な人なんだな、あこの人若いんだな、あこの人ね年配の方なんだなって、この人女性なんだなって、いろんな人が見てるっていうね。そういろんな人がいろんな思いで見てるっていう、だからやっぱ楽しむことが一番だよね。楽しませろよじゃなくて一緒に楽しもうっていうのがまさに配信の醍醐味なのかなっていうふうには思ってるけど、まあ俺がね配信続けたいなと思ってる理由だし、ワドにしていいよルナちゃん、全然いいよ。コメント欄かなりあれっつって爆笑しました。なるほど、まあ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 いいよ。荒れててっていうかね、別にコメント走ってる分にはいいんだけど、楽しむことが一番だよね。楽しんで、まあ好きに書いていいけど、人を不快にさせるのはやっぱね、俺も人間だからさ、やっぱりみんなに楽しんでもらいたいから、そうそう、不快にさせることと楽しむのはまた別だからね。その辺のさじ加減がやっぱ配信には重要なんじゃないかな。なんか相手を苦しませようとか嫌な顔させようっていうだけじゃないと思う。いろんな人がいていろんな感情があって、そこに起こるドラマをね配信は楽しむもんだと俺は思ってるかな。まあまあ俺も楽しかったね、なんかアンチとこう話をしてみるっていう、まあ、例えばハートビーチさんとかね、ああこういう人なんだとか思ったりとか、誠は誠だったしね、いろんなねキャラクター、まあぬこさんっていう人は女性蔑視だって言いながら彼女俺6年いないとかね、まあまあまあドラマがあるよねそれぞれの。まあいいんじゃないかな。いいと思うよ。まあ別にね、キツネ枠に限らず通常枠でも言いたいこと言えばいいのにっていうのは俺の本音だけどね。キツネじゃない、たまたまいらっしゃい。まあ放送にね定義なんかないから自由に楽しめばいいんだよ、自由に。まあこの枠30分語ったら寝ようかな。まあまあ朝までやっちゃったね今日は、すげえ楽しかった。人が世の中にはいるよな。まあでもアンチと話すのはやっぱ気張るから疲れるよね。何言われるか分かんないし、まあでもコメント欄に書いてあることだよね、ループだよね、まあ、結局ね俺ね配信内容がどうとかじゃなくて、結局なんだけど詰まるところ配信者、その見てる配信者のことが好きか嫌いかだけだと思ってんの。
この人好き、この人嫌いっていうだけの世界なんだよね。話の内容がどうとかね、あんまり関係ないんだよ。だから好かれたもん勝ちゲームだと思うな。好かれる能力が高いやつとか、嫌われる能力が高いやつが生き残っていく。まあ俺はね、嫌われることの方が多いけど、まあまあそれはね、それしょうがないから、自分のキャラクターだと思ってもう割り切るしかないよね。それは好かれたいけど、好かれるんだったら、まあね、万人から受けるなんて無理だからな。まあ金持ちもいれや貧乏人もいれや独身もいれや幸せな人もいればね、ホームレスの生活保護の人もいれば健常者もいれば病人もいると。だから答えなんかないと、それぞれがそれぞれに感じたことが正解だよ。それはね、何百人も集まって全員が同じ考えになるわけがないからね。結構喋ったな今日は。疲れたな。刃物で刺されかかった過去があったと驚きでした。腹万丈ですね。まあね、いろいろあるよ。配信長くやってたらいろいろありますよ。まあまあね、いろんな人がいるから。だから古い話だよ、包丁の話なんか。もう何年前だろうね、3年ぐらい前かな。3年どころじゃない、4年ぐらい前の話だよ。配信始めて1年半ぐらいのことだからね。6年もやってるといろんなことがあるよね。昔の話もいっぱいあるし、まあ昔が良かったっていう人もいるしね。あの昔の和道が好きだったとかさ。でもまあいろいろ考えたり、俺も年齢的にさ、6年もやってて27歳のノリとさ、27歳って言うたらテルチャンピンとかの年齢だろ、26と27とか。まあまあまあねえ、初コメありがとう。まあまあいろんなことあるよ、こんな生き方してたら。もともとまともな人間じゃないんだから。まともじゃないからこんなことやってんだからさ。気違いなんの、配信やって金稼ごうとか思ってるわけだから。まともな神経してたらこんなことやらないよ。そう思わない？ああ、まあトラブルもまあありきだよな。俺らはいろんなことあったよ、本当に。まあでもね、そんな中でいい思いもたくさんしてるし、本当にやばいなっていうこともいっぱいあったしさ、紆余曲折、人生ジェットコースターだからしょうがない。まあ商売っつうか、なんだろうね。まあ要はヤクザだっていう言い方してたけど、トマトさんは。要はね、肩着じゃないんだよ、まともな人間じゃないんだよ、配信で食ってこうってやつは。そう思うよ。まともだったら真面目に働いてさ、学校行って会社に勤めて給料サラリーでもらって、奥さんと結婚して子供産んで家のローン組んで車のローン払ってっていうのがまともな肩着だよ。肩着なやつなんか一人もいないよ、この世界に。売れてる人ではね、みんな気違いばっかりだし、俺も気違いだよ。
まあ何があっても自己責任だな。さっきみんなから好かれたもん勝ち。いやいや、好かれるっつうのは、なんつうの、人気商売だから人気が出たもん勝ちって意味ね。人気が出たもん勝ち。その方が稼げるって意味ね。ただそれだけ。みんなから好かれる人がどんな人だったか分かってたら、俺好かれる努力するよ。それができないから困ってんだよ。嫌われもんだから。いや、子供の頃の夢だったの。生まれて初めてできた夢が映画監督だったの。だからそれを叶えようと思って。今しかないと思った。今やらなきゃダメだって。だったらさ、自分にはなかったらさ、夢を持って好きな人の応援すればいいんだよ。でしょ？誰かの夢に乗っかればいいよ。だから母親から初めて目立ったのがビデオカメラだったの。
本日は。いや、そういうことでしょう。リーダーばっかりじゃ世の中回んなくて、リーダーとフォロワーが必要なんだよ。誰かをフォローするってそういうことじゃん。この人の夢に乗っかるとか応援するとかさ。だから映画で言ったら監督やりたいやつばっかりじゃダメでしょ。カメラマン、脚本家、照明、音響、メイキャップアーティスト、俳優さん、女優さん、 AD、ディレクター、プロデューサーさんっていろんな人がいるわけじゃん。衣装さんとか、うん、で観客もいないと映画成り立たないし、うん、だからね、自分がこの人だと思った監督に、自分ができる人にこうね、お金をも、お金持ちだったら金銭的に支援をする、お金がないんだったら技術的支援をする、技術がないんだったら気持ちで支援する、何でもあると思うよ、うん、映画だけに限らず配信者のことを応援するのも立派なフォロワーだし、リーダーはそんなにいらない、うん、みんながみんなやりたいことを持ってるわけじゃないよ、うん、フォローする人があっての、ね、要はリーダーって気違いでしょ。まともな人が周りにいないとダメなんだよ。よく俺はレゴのブロックで例えるんだけど、デコがあったらボコがあるんだよ、人間って。デコボコがあるって。で、補ってやらないといけないんだけど、たまにでっかいパーツがあるの。でっかいパーツっていうのは、得意なデコと不得意なボコがでかいの。だからみんなで埋めないといけないの。そうするとすごいいい作品になるっていう。そう、たった一人じゃただのでかいパーツでしか過ぎないから。でも作品を作るにはさ、いろんなパーツが必要なんだよね。俺はそう思うけどな。いろんなやり方があっていいと思うし、いろんな考え方があっていいと思う。いろんなリーダーがいるから、自分の好きな人をフォローするっていう感じかな。またそういう人とね、出会うのもまた人生の醍醐味というかさ、この人だって思う人、この人を応援しよう、この人についてこうって思うことは素敵なことだと思う。答えなんかないよ。何でもかんでもね、正しかったりするわけじゃないし、みんなが清く正しく美しく生きてるわけじゃないからね、うん、正常位だけじゃセックスはできない。正常位だけじゃ世界は回らない。でも配信を見てるっていうことはやっぱりさ、どっかみんなの中でもさ、そういう気持ちはあるわけじゃん。怖いもの見たさじゃないけど、狂った人間が見たいっていう欲求ってない？変な人とか歪んだ人とか、間違ってるものほど面白かったりするんだよ、皮肉なことに。だから俺らみたいなクソみたいな、ありがとう友達さん、面白かった。こちらこそありがとう、放送盛り上げてくれてありがとう。キャラ立ってるな、本当に。
ハイライトはタケちゃんだと。またどっかで会いたいですね。なんかトマツさんとはいい酒が飲めそう。酒は飲まないって決めたけど、トマツさんと会ったら酒飲みたいなと思ったね。映画できたら見に来てほしいかな、トマツさんには。映画館単館上映だからクソ低予算だけど、酒飲めんだ。そっか、じゃあトマトジュースで乾杯しよう。酒飲んでなくてあのテンションなんだ、すげえな。世の中はいろんな人がいる。キャラ立ってるよな、すげえな。シラフだったんだね。完全にベロンベロンに酔っ払ってると思ったよね。いや、世の中は広いよ。いろんな人がいるんだよ。いろんな考え方があって多様性があるから美しい。間違ったものだらけだから正そうとするんだ。好きだよ、業界あれ普通。いや、もう狂ってますよね、業界の人。奇人変人ばっかりだからな、本当に。いや、じゃあまともだったら映像の業界入ろうと思わないもんね。ねえ、すごい面白かったね、あっちゃんね。フォローして。フォロワー、配信やってんのかね。フォローしてほしいって言ってたけど。どうなんだろう。いや、爆笑だよね、ほんと。年に数回やってる。あ、そうなんだ。どんな放送なんだろう。面白そう。サイレンフォローとしちゃった。うん、 FC2 でやってんだ。ふわっちの方が面白いと思うよ、いろんな人がいて。 FC2 古いよ、人集まんないでしょ今。ふわっちだよ、やるんだったら。まあ、でもツイキャスの方がいいかもしんないけど、年齢層低いかな、ツイキャスは。あ、面白かったんだ、トマツさんの放送。いい人と出会ったね。うん、30分はすぐっすね、本当に。いや、毎日本当に、例えば俺4時間放送とかざらにやって、1日毎日8時間ぐらい、8時間から10時間やるけど、体感時間でいうと2時間ぐらい、8時間放送やって、もう本当に時間がないっていう。そう、それくらいの毎日っすね。だから1年経つとびっくりする、本当に。1ヶ月ぐらいの間隔だから、え、もう1年終わったのって。なんでこんなに時間が早く過ぎるんだろうって。あ、もう人生本当にもう残りわずかしかないんだと思って、なくなっちゃうと思って、このまま終わりたくねえなーっていう。という間だよ、人生。だから何か残したいよね、やっぱ形にね。みんなと一緒になんか面白いものを作りたいし、みんなと一緒に最高のものを作りたいよね。一緒に時間を共有したいね、最高の時間を。いや、生きててよかったっつって、生まれてきてよかったって。
いやー、30超えてから一瞬っすね。20代も、10代が永遠のように感じたけど、20代から違和感で、30代から焦り始めるっていうか、あれって、これ人生もう半分折り返しちゃうんだと思って。で、こう加速度的にこう時間の速さが速くなっていってて 目利きができないんだな、若さん。分かってねえな。俺はね、大体人と話したり、人とね、会ったりすると、声とか目を見るとなおさら分かるけど、その人がどういう生き方をしてきたか大体分かるのよ。いろんな人よりも多くの人と会ってきたから。新しい時代の人たちが新しいものを作ることを望んでるんだよ、先輩たちは。だからアドバイスはしてもスタッフとかじゃないよ。新しいやつらが新しいものを作るのを楽しみにしてるんだ、多分上の世代の人は待ってるんだ。例えばね、映画なんかたかだか百何十年の歴史しかないわけじゃん。もう本当に目まぐるしい進化をずっと続けてるんだよ。まだ頭打ちじゃなくて、どん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 新しい技術ができていってて、いやいや、これよ、配信やってて、面白い人は誰かが見つけられちゃう。リスナーは面白い人を探してるから、あ、この人面白い、この人の放送を見たい、この人と関わりたい、知的な欲求が出てくる、この人に興味がある。人間性、その人が放ってるオーラみたいなものを感じ取るんだよ、敏感に。この人なんかあるっていう、そういう人間の本能ってあるの。つまらないやつは何やってもつまんない。だから何を言うかじゃなくて誰が言うのか、もう極論は誰になるのか、自分が誰になりたいのか、何者になりたいのか。そう、何者かになれたとしたら何を言っても正論になる、何を言っても影響力を及ぼすことができる。だから映画を、どんな映画作るんですかっていう質問は俺はすげえくだらないと思ってて、俺が作るんだよって、どんなジャンルなんですかって、いや俺っていうジャンルだよって、俺はそういうふうに思うよ。ジャンルで映画語るほどくだらないもんないと思ってて、だから有名作品ほどジャンルが北野武になるんだよ、ジャンルがヒッチコックになるんだよ、ジャンルがスティーブン・スピルバーグになるんだよ。ジャンルで語るなっていう、俺の映画だっていう、ジャンルは和道だって、俺にしかできないもん作んだよって、黙って見てろバカ野郎っていうね。そんな映画のジャンルなんかさ、ツタヤとかの商業的な理由なんだから。いやいや、そうでしょ、ミュージシャンだってどんなジャンルなんですかじゃないでしょ、俺たちが作ってんだっていう感覚でやってると思うよ。いや、だからツタヤとかさ、アマゾンの大人の商業的な理由だよ。だからプロデューサーっていう仕事があるの。監督だから俺は。プロデュースをする上で映画を宣伝するとか、どこの棚に入れるとか、キャッチコピー。だから、スタジオジブリでいうと鈴木敏夫さんがそれをやってるわけじゃん。誰にキャッチコピー書かせて、どういうジャンルなんだって打ち出して、どういうふうにやってくんだ我々はっていうことをずっと言ってるわけでしょ。そう、宮崎駿は俺が作ってる映画だって。でも最終的にやっぱ宮崎駿作品っていうものになっていくわけじゃん。じゃあなんでサイコサスペンスって、ああ俺が言ってるのかってこと？いや、だから質問がくだらないからだよ。バカを黙らせるには理由が必要なんだ。本物は目を見れば分かる。本物は目を見たらやるかやらないか分かる。結果を出したら手のひら返すんだよ、目利きができない人間ほど。答えを見ないと信じられないから、未来を見れない。そうね 和道作品だなって
って言われるようになりたいな。あ、まあ制作の話っすね。はい、楽しんでってください。来てくれてありがとう。まずは1本作るところからだね。それこそ和道っていうジャンルを作れるには3本4本5本取らないとね、うん、これもあのフィルライトっつって映像の技法なんだよ。こっちとこっちで照明を変えてるでしょ。だから印象的に見せる技法なの。これフィルライト。配信者の女の子がやっちゃうのはこれね。これアイラがやっちゃうやつ。これダサいでしょ。これ肌のキメとかを飛ばすっていう技法なの、うん、顔の輪郭がなくなるの。鼻が低い人とかね、凹凸がない顔、彫りが深くない日本人がよくやる。だけど本物は映画っぽい映像はこうやって作る。こういうのを教えてもらってるんだよ。一つの映像で技術なの。そう、技術。こことここで輪郭を作るっていう、これも技術。目の色を印象的にするっていう、オッドアイになるでしょ、うん、そう。だからこれも技術なんだよ。そう、センスがなければ技術で補える。逆に技術で補えない部分をセンスで出すっていう、うん、うん、素敵だね。いや本当にそうだと思うよ。作ったやつが強いっていう、もちろんもちろん、うん。例えばじゃあどんな映像を作ってるんだよってさっき言われたけど見せようか。例えばなんだけど、この前撮ったやつは、まあ最近のリスナーさん知らないと思うから紹介させてもらいますね。デザイン見えてるかな。この前練習で撮ったのはこれだね。見えるかな、うん、すごいでしょ、うん、そう。これは特殊メイクのプロの人が、メイキャップアーティストが作ってくれてる。だから怪我のシーンとかそういう技術があって初めて怪我を表現できるわけじゃん。怪我しましたって眼帯つけてるっていう表現なのか、こういう風にかさぶたを作るのか、これでその表現が変わるわけじゃない。どういう人と知り合いなのか、どういうスタッフさんとつながってるのかっていう。だから本当一人じゃ作れないのね。それぞれのプロがいるわけですよ。それぞれがそれぞれにそれで飯を食ってってる人、うん、だからそんなに甘い世界じゃないんだよね、うん、すごく。ティザーは今作ってるからもうちょっと待っててね。一個一個そのパッて叶えて、パッて、それこそ映画なんて夏、今年の夏にできるよって言ってスケジュールも言えないやつなんか相手にしてないから。俺はどの映画だって最短2年かかってるわけだから、でしょ。企画の段階から2年以内に作れるって言うんだったら作ってみろよって感じだよ。鼻で笑ってたけど、でしょ。俺だったら今年の夏にできるよって言ってたでしょ。でもああいうのは作れないんだよ。作り方を知らないからああいうバカなことを言えるんだよ。具体的に言えない。俺は現場に入ってるから、うん、ちゃんとやってるから、ちゃんと人脈もゼロから作ってんだよ。映画撮るわって言ってから一人一人にお会いさせていただいて、一人一人に力を借りてこうやってやってきてるわけじゃん。何もやってないやつに俺はとやかく言われる筋合いはないよ。ただボケと見て人に唾吐いてるようなやつは俺は信用しないね。黙って見てろバカ野郎って感じだよ。指くわえて見てろこの野郎っつって、うん、俺はやってるんだよっていう、人のこと小バカにしてるぐらいのくだらねえ生き方してねえぞって。おレイト久しぶり。いい映画ができるかどうかを決める、いい映画どうか決めるのは俺じゃないから。初見さんいらっしゃい。いい映画だったかどうかはみんなが決めることなのね。作るのは俺だけど決めるのはみんなだから。あ、現場入ってる入ってる、もう何回も入ってるよ、うん、現場めちゃめちゃ入ってる、うん、何
何ができるかは俺もわからない、正直言うと。もうただただ作ることの難しさにぶち当たってて、今はどんだけ甘かったか、自分の考えが。どれだけ映画作るっていうことをなめてたか。それこそ YouTube の10万円だとか iPhone で映画が撮れるとか、ぬるい世界じゃないんだよ本当に。助監督じゃないよ、もういろんな何から何まで全部やってる。照明、音響、映像。これなんでかっていうと、自分のチームに落とし込むスキームを作るために全部を体感させてもらってんの。企画の段階、脚本の段階、もう全部を一回一通り現場に入らせてもらって、それこそ AD もさせてもらってるし、カメラマンをさせてもらってるし、もう全部やってる。だからプロのアーティストのミュージックビデオのカメラマンもさせてもらったし、いろんな現場に入ってる。もう本当に目まぐるしいよ。そう、映画を作るっていうことって映像業界の中でめちゃめちゃハードル高いの本当に。多分まあ映像の世界のもう現場のトップだと思った方がいいと思う。そう、だから映像の人は映画が好きなの。なんでかって言ったらみんな映画が撮りたくて入ってるから。テレビの人もそう。そう、全員もう、なんで専門学校行くのかって、映画撮りたいからだよ。だからテレビのカメラマンやりながら、実は空いてるスケジュールでインディーズの映画のスタッフに入ってるとかいっぱいいるんだよ。知り合いの人もそうやってやってる。プロのカメラマンだけど、インディーで呼ばれた時は必ず行くとか。映像の最高峰だよ、間違いない。みんなそこで勝負してんだもん。そうだけど、言っちゃなんだけど、さっきトマトさんが言ったことはある意味正解で、みんな適当なのよ。要はパンクスなのね。俺はパンクスって言い方するけど、要はトモトさんはヤクザだって言ったけど、ね、まともに働いてるような発想のやつが映像の世界になんか来ないんだよ。もう配信会より気違いなの、はっきり言って、本当にすごいよ。本当に気違いだから。要はドキュメンタリー作家のテレビの人に会ったことがあるんだけど、もう狂ってるよ本当に。ドキュメンタリーのテレビ番組のドキュメンタリー作家なんだけど、ビッグダディのディレクターなのよ。ビッグダディを世に広めた人のディレクターさんなんだけど、その人の取材とかすごかった。もう半年間ずっと会いに行くの。カメラの映像を撮りに行くんじゃなくて、なんでか半年間なんで会いに行くかっていうと、カメラに違和感をなくすためにカメラを持ってただ話しに行くので、なんでそれをやるのかって聞いたら、カメラが違和感なくなるまでやるんだって。でカメラがあるのが自然になって構えなくなってからが撮影スタートの。回してるふりをするのよ、取材で言ってるふりをするんだけど、実はただ飲んでるだけの。カメラのテープ回してないの。半年間金にならないことをやるんだよ。ものすごい根性でしょ。給料にならないんだよ。でそれで会社とかにも言われるよ。お前これどうなってんだよ、できんのかよっつって、スケジュールどうなってんだって。いやできますよできますよっつって、名前は言えないけどね、そう、すごいよ、気違い本当に、もう本当ただ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 狂ってると思った方がいい。狂ってないとこの業界入れない。だけどクレイジーだから面白いものができる。要はさ、じゃあ若さんに想像してみてもらいたいんだけど、真面目に月曜日から金曜日までコツ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 通って真面目に真面目に働いてるやつが面白い映画作れると思う？人が驚くような発想をすると思う？こんな予想もしなかった展開になると思う？ならないでしょ、ならないでしょ。自分の生き方、自分の考え方、自分のライフスタイル、全部思考も含めて映像に落とし込むんだもん。自分が面白くないのに面白いものが作れるわけがないんだよ。でしょ？いや、そうでしょ。俺はそう思うよ。そんなまともにサラリーマンみたいなことやらせていい映像なんかできるわけないよ。真面目にやれよって。真面目になんかやらないよ、俺は映画監督なんだから。
俺は映像やってんだから、まともなやつが見るんじゃねえよって。まともなやつが気違いを評論してもおかしい。ああ、源ちゃん最高の曲ありがとうね。うん、いやそうでしょ、うん、ドラムのハイハット一つの音の音量 3,4 時間いじって、あ、まあ PA さんとかもそうだよね。そういう監督になりたい人が1000人集まって1人しか撮らない。だから俺は言われた、全員に同じこと言われる、撮れって。本当だよ、みんなよくしてくれんの。なんで僕によくしてくれんですかって聞くの、まず最初に。なんで僕に無料でこんなことしてくれるんですかって、ノウハウを教えてくれるんですかって、みんな同じこと言う。俺らは誰かから教わったんだよって。有名監督の名前出てくるの。俺は AD やってた、付き人やってた、カメラマンやってた。みんな同じように惜しげもなく教えてくれたって。時間がない時に俺の隣で飯食ってろって。時間がある時は家に来いって。全部生き様見せてやるって。だから当たり前なんだこの業界はって。だから和道さんがうまくいったら誰かにやればいいって。和道さんの助監やりたいってやつを徹底的にタダで教え込めばいいって。叩き込めばいいって。その中の1000人に1人しか売れないんだ、映画作らないんだそもそもって。で俺らは諦めたんだって。要はファインアートできなかった、あのコマーシャル、要は商業的な映像の方に俺らは行っちゃったんだって。俺らはファインアートがやりたかったんだよって。ファインアートって映画って意味ね。そう、アートがやりたかった、でもアートはできなかった。だから気違いしかアートはできねえんだって。みんな金がなくて人が集まんなくて脚本書けなくていろんな理由でやめてくんだって。みんなやりてんだよって。だからワードこれだけは約束してくれて、どんなにクソでもいいって、どんなにダメな作品でもいいって、一本だけ作れって。一本作ったやつは二本必ず作ってるって、二本作ったやつは三本作ってるって。売れなくても、そう、一本作ったら人生変わるんだって。一本作った時点でどんなにつまらなくても監督なんだって。そっからスタートだからって。だから俺らの代わりに夢叶えてくれよって、そう、みんな言ってくれる。絶対に作れって、とことん付き合ってやるって。そう、くだらねえさ、月曜日から金曜日まで残業して働けとか言ってるバカとは違うんだよ。いや完成したら見に来てよ、見に来て、友達連れてきて。クソだったらクソって言っていいからさ。もしよかったら花火とかで支援してもらえると嬉しい、うん、俺の飯代になるかもしんないし機材代になるかもしんないと、わかんないけどそれは、うん、金がとにかく必要、金、それからスタッフ、人、それからあとは俺の中のもの、脚本ね。この3つ今の課題は金、300万、まあ270万だね、あと金、iPhone で撮れとか言ってるやつは死ね、人、力貸してほしい。ピッコロありがとう、もう本当にそれに尽きるよ。300万集められなかったりね、人が集まんなかったりすると確率がどん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 低くなる。確率上げてほしいね、力貸してほしい本当に。孫の手も借りたいと、このことだよ。いやキートスやってんだけど0円なんだよ 笑うだろ。ツイキャスでキートスやってんだけど0円なんだよね。まあまあ今の俺の力だけど諦めないよ俺は、うん、諦めない。まあまあどうなるのかやってみよう。一回だから、泣いても笑っても一回だから、うん、散々こき下ろされてきたけど、俺はやるよ。クラウドファンディングキートスって言ってツイキャスの仕組みでやってるよ。キートスっていう、もしよかったらツイキャスでワド監督、要はフワッチの小手半と一緒だからフォローしてもらえると嬉しいね。ワド監督でツイキャスもフォローしてくださいぜひ。そしたらツイキャス見たらキートスあるから。
ああ、そうなんだ。すごいね、ジョーブログね。影響力だね、まさに。面白いもんね、ジョーブログ。彼はすごいよね。アメリカの横断旅すげえ好きだったな、ハーレーとか。すごい魅力的だよね。亀田光輝も面白かったけど、俺はジョーブログアメリカ横断が結構好きだった。あとスタッフでやってるからね、 あの人は YouTuber だから3人でやってんだよね。実はカメラマン添えて編集もいてって、でタレントはジョーで行くっていう、あれがすごいなと思って、チーム組んでるんだと思って、かっこいいなと思って、うん、それこそさっき言ったフォローの概念だよね。自分がタレントになる必要ないっていう、こいつだと思ったタレントを見つけたらそいつで行くっていう。カメラ持ってくれるだけでね、全然作り変わるからね。引きの絵が撮れるからね、うん、フィックスじゃなくて撮れるわけだから、定点カメラね、うんうん、ああいいね、うん、編集勉強してるの？やってるよ。うんとね、うん、今映像見せらんない。見る俺が作ってる映像作品。ちょっと待ってね、パソコンの方に行くわ。まだ荒いよ、全然下手くそだよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、映像作品、ちょっと待ってね、どこにあるかな、映像作品。編集もやるよ、だってインディーだもん、全部やんないと。作りかけだから下手だよ。ちょっと待って、どこだ、ちょっと待ってね、デスクトップ、あれ、ドキュメントかな、うん、ちょっと待ってね、これはちょっとあれだな、これは古い、ちょっと待ってね、これな、これ俺が作ってる方じゃない、どれだろうな、これとか俺が作ってるね。これ俺の映像作品。ぜひぜひフォローしてください、プーさん。これ俺の作品だね。俺の YouTube に動画たくさん上げてるよ。 YouTube 見てもらったら、いっぱい作ってるから、うんうん、今はその役者さんがいないから、そうそうそう、YouTube 和田監督で検索したら出てくるから、映像作品いっぱいあるから、まあ興味ある人はゆっくりゆっくりね、見てもらいたいかな。まあ特殊メイクの配信とか、さっきの特殊メイク練習してるって言ったやつとかも、こういう、これ生放送でやったんだけど、うん、こういう風にそのどういう現場を踏んでるのか、ああちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こういう風にどうやって映画を作るよっていう、そのこれプロのメイキャップアーティストの人なんだけど、こういうのも全部配信で回してるんだけどね、それ面白いかもな、そうそう、そうするとこういう現場の風景だよね。そうだから、まあ YouTube にいっぱいその映像メイクすごかったよね、これね。
で、これがさっき見せた写真を撮ってる風景だね。うん、ありがとうございます。こういう感じ、うん、まあまあこういうのとかもやってるし、うん、あとなんだろうな、うん、あと雲の動きとかを単純に表現したりね。ちょっと待ってね、こういう雲の流れをゆっくりブワーって、こういう映像表現だね。いろんな技法を勉強してるかな、うん、そう、綺麗でしょ。そう、これは家のベランダつうか家の玄関から撮ったんだけど、こう雲が綺麗だったから、うん、まあこれも多分映画で使うとしても3秒ぐらいのシーンとかになっちゃうんだけど、こういうものを、あとまあちょっと待ってね、こういう、うん、これはカラーグレーディングっていうんだけど、映像の色合いを決めるソフトとかで、現実よりもなんか色が深いでしょ、映画っぽい絵作りっていう、その色が普通の YouTuber と動画の色が違うでしょ。これはそのカメラの技法と編集の技法なんだけど、こういうそのなんていうのかな、カラーグレーディングっていう作業、うん、いろいろやってるかな。あとはまあ黒巻き合成って言って、まあ定番だけど、こういう白黒で動きをつける、まあ自分がその今回の映画で表現したいのがこういうモノトーンっていうのかな、こういうシーンを入れたくて、うん、こういう表現の勉強とかもしてるかな。そう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 、まあ仮だけど俺が俳優やるわけじゃないから、でもテストでいろんなその映像の技術っていうのはこういろんな人から教わって、俺がパンクが好きだから、パンクのジャケットとかでこういうのあるでしょ。そう、これを動画で表現するっていうのをどうやってやるのかっていうことをやってるかな。セリフとかはないんだけど、動きとかに意味はないんだけど、そうそう、そういうことをやってますね今、うん。まあ YouTube ワド監督で検索したら僕のチャンネル出てくるんで、いろんなのが出てくる、うん、なんだろう、あとはまあまあこんなもんかな、うんうん、作品のイメージはね、作品のイメージね、イメージ、うん、生きることと死ぬことっていうのを死生観っていうんだけど、そのまあ宗教の領域なんだけど、俺が宗教ちょっと無宗教なんだけど宗教詳しいのね。だから自分なりの生きることと死ぬことと恋愛する意味みたいなものをサイコサスペンスで表現したいかなっていう。そう、死んだらどうなるのか、人を愛することってどういうことなのかっていう、そういう表現はしたいかな。作品のイメージ、やりたい、表現したいことだ、多分恋愛映画、例えばさ羊たちの沈黙って映画知ってる人います？この中に羊たちの沈黙っていう映画、うん、あれは俺は恋愛映画だと思ってるの、うん、あれは恋愛だと思ってるのね。知ってる？羊たちの沈黙で、ハンニバル・レクターっていう博士っていうのは一体何を表現してるキャラクターなのかって言われてるのかっていうと、あのハンニバル・レクターっていうのは神様がいないことを証明するために猟奇事件を研究してるの。だからレクター博士って言われてるでしょ。あのあれはなんでかっていうと、超知的な犯罪者で刑務所の中でずっと犯罪、残虐な犯罪をずっと調べてるの、レクター博士は。でなぜそれをやってるのかっていうと、世の中に神様がいないっていうことを証明するために無慈悲な猟奇殺人をずっと検索してるんだよ、刑務所で。で、あの女の子なんだっけ名前、ジョディ・フォスターがやってた女の子いるでしょ、あのなんつったっけ、役名忘れちゃったんだけど、その女の子はなぜ会いに行くかっていうと、
その殺人犯を調べるためにレクター博士に相談をしに行く。その時にレクター博士は何を感じたかっていうと、あの少女に神を感じたの、初めて。もしかしたらこんな美しい汚れのない少女の中に神様はいるかもしれないっていう恋愛の話なの。俺はだからあの羊たちの沈黙っていうのはレクター博士のこういう物語だと思ってんの。だからそのなんだろう、ハンニバルっていう2作目だとさ、彼女のために彼女にいろんないたずらを仕掛けるわけ。要はこんなに無慈悲でもお前はまだそんなに正義感を持ってるのか、まだ純情でいられるのかっていうひどいことをずっとやるの、レクター博士は。そう、手錠のシーン。例えばあと広角機動隊、押井守さんが書いた広角機動隊の話は、俺もあれは恋愛だと思ってるのね。あれは普通に見たらアクション映画と SF 映画だけど、俺には恋愛映画に見える。あれは何なのかっていうと、脳みそしかない女の子、要は体を擬態化してるわけじゃん、脳みそしかない女の子がプログラムと結婚する話なんだよ。あれ要は自我っていうものを担保できないと、で肉体がないからその自分っていうものを確証がないと。でその時に誰に恋するのかっていうと、プログラム、生命体。じゃあどうやって結婚するのかって言ったら、そのプログラムと一つになるっていう、新しい生命体に自分が進化するっていう恋愛でしょ。そう、だからそういう感じかな。人が、普通の人が見た時に、何これ恋愛の話なのっていう。シザーハンズは思いっきり恋愛、素晴らしい映画だよ。シザーハンズいいね。まああれは思いっきり恋愛だけど、分かりやすく作ってるけど、すごい名作だと思うよね。そうだからその普通の人がパッて見た時にわからないかもしれないけど、感性のいいやつが見たら、あ、これ人を愛する話じゃんっていうようなものを作りたい。そう、とても歪んでるけれどもとても美しいっていう、その相反する感情ってあると思うの。現実ではこんなに残虐でこんなにひどいのに、実はものすごく美しかったりするの。それが、それを表現したいっていうか、歪んだものほど美しいんだっていう、そう、綺麗なもの、まっすぐなものは歪んでるんだっていう、そう、狂ってるのは世界なのか、それともこの人なのかっていう、そういうものを表現していきたい。それは何なのかっていうと、俺が発達障害っていうものを持っていて、アスペルガー症候群 ADHD とか呼ばれてるものなんだけど、要は俺は普通じゃないっていう風に言われたわけよ、世間から、医者から。そうはね、1が好きだった俺は。1はすごく素晴らしいと思ったけど、2、3ってやっていくともう商業的なものになっていて、とてもじゃないけど、ただ残虐なだけで。1はすごく良かったね。あれは素晴らしい映画だった。1はすごい。だから2、3ってなっていくともう金儲けのためだけに、要はそうっていう、ネームバリューを使って、ただ残虐なものを見せていくだけになってしまって、俺はとても残念だと思ってるね。1はすごい良かったね。たった一つの部屋の中であれだけ作り込まれたストーリー、なかなか表現できないと思う。あれは素晴らしい作品だね。俺は1はすごく、あの低予算でもこういう素晴らしい作品が作れるんだっていう、まさにすごいいい例だと思ってる。発達障害というか、僕の中では普通なことだったんですけど、悩み、障害に気づいた時には僕はこうスッキリしましたよね。時計仕掛けのオレンジはね、すごい、これ本当に、さっきはぐらかしてあれしたんだけど、時計仕掛けのオレンジっていうのは実はね、俺の中でそのすごく課題でもあって、自分の中で映画大体勘がいい方で、ストーリーが最後までわかるし、大体作者の作り手の意図ってわかるんだけど、はっきり言って一作品だけわからなかった。全く意味がわからない、何を表現してるのかわからない、それが時計仕掛けのオレンジだったの。でもね、映画の評論会の中では、時計仕掛けのオレンジっていうのは一切の無駄がない映画って言われてるの。一つ一つのシーンに全部意味が含まれてるっていうぐらい脚本が作り込まれてるっていう有名な映画なのに、難解、何も伝わってこない。だから評論が賛否両論分かれる。よく言われてる定番なのは、全体主義と個人主義の相反する対立っていう風に言われてるんだよ。要は全体、資本主義とか、いろんなものが織り込まれてるんだけど、結局全体主義なのか個人主義なのかっていうところなんだけど、最後の終わり方の最後のセリフがすごくいい。あの意味がまだわからない俺は。
多分意味なんかないのかもしれないけど、作り手が意味ないことをやるわけがないから、俺は絶対意味があると思ってんの。ただ俺の経験とか人生とか要は浅いから、あ、俺はあの最後のセリフの意味が未だにつかめてない。あ、筋肉ありがとう。ただ取りつかれるのが怖くて避けていた美しい世界。いや、あのセリフの最後のシーンは何なのかだよね。ジブリの裏エピソードは好きですか？裏エピソードじゃなくて、あの映画評論をやる上で俺がよく言ってるのが、例えばなんだけど、千と千尋を神隠しだっていうのって、あれ風俗嬢の話なのね。確実に風俗嬢の話なの。なのに、それが都市伝説みたいな扱いをされてるの。あのね、映画を見て感じ方は自由、解釈は自由っていうのは俺はいいと思うの。ありだよ。確かに映画を見た人の自由。ただ、それが許されるのは監督が説明していないところなんだよ。監督がこの作品はこうですよってはっきりセリフの中だったりインタビューの中で答えてる分に関しては解釈の余地はないんだよ。でしょ？それ以外の部分で考察をするべきなの。それはただの勝手な妄想の思い込みで 1+1 は5だって言ってるのと一緒なんだよ。だからその例えばそのなぜ魔女の宅急便でなぜ、ジジが、最後喋れなくなって、でも彼女だけは魔法が取り戻せたっていうのに意味が確実にあるし、そう、全てに意味がある。そう、もっと言うなら風立ちぬっていう話はあれは恋愛の話じゃないんだよ。クリエイターの話で、好きな人を失って初めて大切だったことに気がついたっていう恋愛ができなかった男の話なんだよ。あんなに美しく恋愛が描かれているのに、あんなにも素晴らしい恋愛に見えるのに、実は愛してなかったっていう後悔の話なんだよ。それはもう映画を普通に見たらわかるはずなのに。だから映像業界で俺が今の映画の大嫌いなところ、例えば拳銃を持って、なんで私が拳銃を向けてるかわかる、たかし、あなたが浮気をしたからよ。こんなこと言う？人を殺すときに。今のテレビ、ドラマ、映画全部そうでしょ。俺がなんでお前を殴ったのかわかるか、お前を気づいてほしかったからだ、お前はあの時って、人を殴る時こんなこと言う？そうじゃないじゃん。昔の日本の映画見てもらうバン、ふざけんじゃねえよ、これでいいんだよ。女の人が手震えながらバン、これで終わっていいんだよ。でしょ？何があったのかを考察する余地がない。これは何を意味してるのかっていうと、見てる人をバカにしてるんだよ。頭悪いんだろうって、わからないんだろう、セリフで説明しないといけないんだろうって。俺はこういう映画の作り方嫌い、読み手をバカにしてるし、リアリティがない、俺はそういう風に思う、そう、おじいちゃんにもわかるように、そんなの映画じゃない、テレビ見てごらんよ、テロップいっぱいつけて効果音つけて場面を3秒おきに切り替えてチャンネル変えないように一緒にやろう、やばぞ、一緒にやろう。最後ね、1回しか言わない、一緒にやろう。そう、言葉での説明なんてないんだよ。演技って何か、タバコをどう吸うか、どういう目をするか、わかる？こういう目とね、大好きだよっていうのと、大好きだよ、違うでしょ、印象が。これが演技なんだよ、わかる？あなたを大好きな理由はこうなの。あの時出会った時にあなたは振り向いてくれた。実はあの時私は気づいてたの。バカかよ。そうじゃないよ。愛してるよって。これが演技だよ。なぜこれをやらないんだよ。バカにしてるんだよ。だから日本の映画がどん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 ダメになっていく。海外にバカにされてるんだよ。アメリカ人とかね、ヨーロッパ人が日本の映画クソだなっつって笑ってるんだよ。だから俺は映画やるんだよ。俺もクソだと思ってるから、バカにすんじゃねえよって、一回目覚ませっていう。
北野武さんは俺は、はっきり言うね、キッズリターンと花火は最高の映画、天才中の天才、うん、キッズリターンと花火はね、うん、ではっきり言う、アウトレイジはコントだから、それに気づいてないんだよみんなが。アウトレイジはコントなの。たけしさんのヤクザをね、ヤクザってこんなに滑稽なんだぜっていうギャグなの、遊びなの、あれはヤクザごっこなの。それをね、ヤクザを皮肉った映画なのに、ヤクザが感動しちゃってぐらいヤクザがバカになってんだよ、あんだけバカにされてんのに。それくらい今レベルが低い。もうたけしさんの遊びだよ、はっきり言って。アウトレイジは本気の。たけしさん、キッズリターン見てごらんよ、花火見てごらんよ。本当に愛する女がいたら幸せのために自分が殺すんだって、その後自分が死ぬんだ、一緒に死のうって。菊池も見てないんだ、ごめん、必ず見るね。キッズリターンの最後、夢を追いかけてる2人、のし上がってく2人、挫折してどうなるんだこれ、ボロボロになってく、現実に打ちのめされてく。2人でのし上がったら会おうなっていう約束があった、でも叶えられなかった、でも夢を捨てきれなかった。2人が再会して自転車に乗ってあの頃に戻って、なあもう終わったのかな。最後のセリフ、最後のセリフだよ、バカ野郎まだ始まってねえよ。震えるでしょ、俺今鳥肌立ってるからね。まだ始まってねえよが終わりなんだよ。こんなにかっこいいセリフある？世の中に。名言だよ、映画の終わりに。まだ始まってねえよを言うためだけの映画なんだよ。ものすごい天才だから、うん、俺は本当に本物の天才だと思うよ、うん、本物の天才。それはキッズリターンだよ、間違いなく、うん、松本さんは映画を作ってるわけじゃない。映画っていう表現の場所で松本人志のコントをやってるというふうに見るとすごく納得する。うん、うん、いやーね、本当にかっこいい。あれは本当は自分が主役だったんだけど、交通事故で顔が動かないから、あえて追い込まれた状況、追い込まれた時に開花した、ものすごい才能が出た。まだ終わってねえよって、うん、あ、まだ始まってねえよだ、まだ始まってねえよって、うん、夢を与えた、希望を与えた、うん、挫折するんだよ。資本主義社会っていうのはたった一人が勝って他の戦った人が全員負けちゃうんだよ。いや違う、まだ始まってねえよって言ってないから。なあうな、違う違う、なあよ、うな、もう俺ら終わったのかなつって、まだ始まってねえよつってバカ野郎お前、やめとけ、最低な映画じゃねえかよ。そう、パロディでやりたいね、てててれてんててんつってね。それは俺に任せて、うん、やろう。てててれてんててんてんてんつって、うん、そう、本物の俳優は目で語るからね、セリフすらいらないんだよ、うん、目で語る、表情で語る、立ち振る舞いで語るんだよ、うん、そう、それが俺は俳優だと思ってる。それを最大限に引き出すのがこういう技術なんだよ、うん、そう、ライト一つでここまで変わるんだよ、うん、そう、俺は役者さんの魅力を最大限引き出すために練習してるんだよ。何が悪い、何が悪いんだよ、何をバカにすんだよ。照明やってる AD やってんだろうって、 AD の何が悪いんだよ、一生懸命やってんだよ。ガムテープ貼るやつがいないと映画作れないんだよ。ガムテープの貼り方覚えらない、何が映画監督だよ。俺は現場踏んでるよバカ野郎、頭下げてガムテープ貼らせてもらってんだよ。何が恥ずかしいことがあるんだよ、ふざけんじゃねえよ。戦争の映画か、うーん、戦争映画、もうサイコパスだからねサイコパスだから、うん、正解、あれさ、戦争ものの映画、あ、戦争はね、描きやすいんだよね、本当のこと言うと。なんでかっていうと、人が死ぬっていうバッドエンドが用意されてるから、うん、実はね、作りやすいストーリーが、人が死ぬっていうものっていうのは実はチープなんだよ、うん、
だからまあ俺はあんまり好きではないね。残虐性を書いたりとか、できるからね、アクションに持っていきも安いし、あとは人が死んだ時の葛藤っていうのは分かりやすいよね、だからもう派手に派手にいく、火薬の量を増やすとか空撮とか、そういう技術的な力は出しやすいとは思う。ただ撮りたいとは思わないね、正直。それなら俺はそれこそゴジラっていうものはすごいと思うよ。あのゴジラの設定って知ってる？もともとの、あの一番最初のゴジラってバーって上陸するでしょ。皇居の前で立ち止まって帰るんだよ。これの意味わかる？あれって原子力発電の弊害で生み出された、要は戦争、あれは何を意味してるか、何のメタファーかっていうと、第二次世界大戦で死んだ、そう、核兵器で死んだ亡霊の、なんかゴジラの皮膚ってケロイドになって焼きただれてるでしょ。あれは原爆被害者をイメージしてるの。だけどそれを大人が見たら原爆被害なんだ、だから皇居の前に行って立ち止まって帰っていく、要は戦死した亡霊なんだっていうこと、大人にも分かるように表現してる。だけど子供が見て怪獣すげえかっこいいって、分かる？そう、要はこれがメタファーなんだよ。大人が見ても深いって思わせて、花火ありがとう、ありがとう、大人が見て素晴らしいと思って子供が見ても素晴らしいと思う、うん、そう、だんだん変わっていくんだけどね、だんだん変わっていく、徐々に変わっていくもんだけど、いい作品と悪い作品がある。そう、だから庵野のゴジラは何をやったかっていうと、審査員したんだよ今回、原点に帰った。そう、最初はあのゴジラが生まれたのは第二次世界大戦の悲劇、要は原発をイメージしてできた怪獣がゴジラだった、原子力被害だけど、今回は何だったかっていう、災害として取り扱った、要は津波なんだよあれは、ジャッキーチェーン好きだよ、嫌いな人いないよ、俺はねエヴァンゲリオンは正直もう期待してない。第一作目が、俺本当にエヴァンゲリオンが大好きで、それこそ無限に語れるぐらい、もうこっから語ったらもう明日の夜まで語れる、本気で語ったら。エヴァは俺の中ですごい作品。エヴァ語っていいですか？エヴァ語っていいですか？エヴァンゲリオン語ってもいいんですか？うん、語らせてもらってもいいですか？その代わり今日の放送これで終わりになっちゃうけど、あエヴァンゲリオンは天才中の天才なんだよ。すごい作品なんだよ。エヴァンゲリオンのストーリーは見てほしい。エヴァンゲリオンのストーリーを見た上、何を感じたか、どう思ったのか、何を表現してたのか。エヴァンゲリオン、例えばエヴァンゲリオンという語源は何なの、意味は何なのか知らないでしょ。なんで西洋で受けなかった？エヴァンゲリオンというのは福音って意味なの。福音っていうのは何を指すのかっていうと、キリスト教における聖書を意味するの。福音、福音書っていうでしょ、聖書のことを福音。要は 何を表現してるのかっていう、タイトルに書いてある。俺は新世紀エヴァンゲリオン、21世紀の聖書を書くんだって言って、キリスト教に喧嘩を売ったんだよ。わかる？だから西洋では受けなかった。タイトルが不謹慎だから。これはどういうことなのかっていうと、聖書を読んだことがある人、クリスチャンだったらわかる。アダムとイブになる話なんだよ。シンジ君とアスカがアダムとイブになる話。そう。そういう風に意味がちゃんとあるのよ、エヴァンゲリオンという言葉の中に。あとね、俺はね演技がすごく良かった。声優さんの演技がすごく良かった。主人公の中でこんな主人公いた？まあロボットものっていうベタなものですよ。ただエヴァの真骨頂はそこじゃない、ヒューマンドラマの。エヴァンゲリオンは見たことない人は、萌え要素でもない、ロボットものでもないの。あれは昼ドラなの。例えばね、これよく俺は言ってるんだけど、シンジ君のお父さんって子供を捨てたんだよ。でエヴァに乗るために呼び寄せたの。なんで自分の子供捨てたか知ってる？シンジ君はなんで、お母さんがいないんだけど、碇シンジ君っていう主人公は自分の子供じゃないからっていう物語なんだよ。それは伏線でいっぱい貼ってあるの。アニメの中で説明をずっとしてるの。だから誰もこれを指摘しない、アニメを見てないから。
本当のお父さんは冬月なんだよ、シンジ君の。知らないでしょそういうこと。だからもう読み手がバカになってるんだよ。でも庵野はそれを分かりづらくても表現しきった、庵野監督は。そうだから玄道はずっと自分の子供じゃないかもしれない、うん、かね、玄道の中では不安なの。だから世界を滅ぼす呪文を使ってお母さん奥さんを呼び戻すって。なんで呼び戻すのか、真珠は俺の子なのかって聞くためだよ。冬月構造がなんで、もともと冬月構造の設定というのは大学の教授なの、碇玄道、六分岐玄道が学生時代の、要は大学教授なの、先生なの。なんで玄道が部下になってるの、うん、なんで碇くんに会えたかって、碇君もユイくんに会えたかって。死ぬ時になるとエヴァの世界観っていうのは、好きな人が迎えに来るっていう設定の、でそれがいない場合は神様である女神である綾波レイが来るの。だからみんな LCL になる時に必ず好きな人が現れるでしょ。冬月構造の時碇ユイくんが降りてきたじゃん。で玄道に言うじゃん、碇お前もユイくんに会えたか、恋人だっていうことを説明してるじゃん。でしょ。じゃあもっと言うか、ドラマの中で必ず起こるのがお父さんとお母さんの家族のシーン、お母さんの回想シーンが真珠くん抱えてる時に出てきた回想シーン、海辺で語り合ってるの誰だった？冬月だったでしょ。あんな真似はもうしないよ、すまなかったっつって親子の会話のシーンじゃん。でしょ。言われてみれば全部説明してるでしょ。新作のエヴァンゲリオンでも普通は古典的なやつだとキャッチボールで親子のシーンって表現するの。この子とこの人は親子ですよって、あったかいでしょって。将棋指したの、将棋が大会になってるんだけど、将棋指してたでしょ真珠くんって。将棋を指さないかって、あれキャッチボールだよ、古典的な映像表現だよ。でお父さんに聞くじゃん、お母さんの遺品残ってないのって。碇玄道に聞いた、全部捨てたって、この墓も飾りだって、死体はないって。碇玄道奥さんの遺品を全部捨ててるんだよ、わかる？ここが1年で冬月構造と将棋指すとき、君のお母さんだって言って冬月が写真出したでしょ。なんで写真を大切に持ってるの？碇玄道が全部捨てたって言ってる、墓も飾りだって言ってるんだよ。もっと考えてみて、碇真珠くんが成長した時に冬月の顔が似てるか玄道の顔が似てるか、どっちが似てると思う？全部書いてるんだよ。そう、こういうことをねリテラシーって言うんだけど、一つの作品を見た時にその作者が一生懸命隠しながらも伝えてる、大人ならわかるでしょって、こういうストーリーなんだよって言って、だからエヴァは難解だって、エヴァは意味がわからないって。でも今の説明が入った瞬間、エヴァンゲリオンの玄道がなぜ子供を毛嫌いしてるのか、怖いからだよ。だから男の戦いっていう回があるんだけど、僕はエヴァンゲリオンパイロット碇真珠ですって言ってから急激に仲良くなる。あれはなんでお父さんが救われるかっていうと、息子が怖いから避けてたけど、上司と部下の関係だったらこいつと仲良くなれるかもっていう話なんだよ。上司と部下だったら俺らは心がつながるかもしれない、だから急激に接近するんだよ、だからかっこいい話だ、だから男の戦いなの、親子の戦いじゃないんだよあのタイトルは。そう、男と男がつながるっていうかっこいいシーン、男の戦い、僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット碇真珠ですって言って、めちゃくちゃかっこいいシーンだ、作り込まれてる。あとね、エヴァンゲリオンのすげえかっこいいところは、シンジ君はね、ずーっと言ってる、もうやだ乗りたくない、なんでだよ父さんって、なんでだよひどいよって、ずーっと乗りたくないっていうことを言い続けてる。でも大人が乗れ乗れって、つまり戦ってるんだよね。シンジ君は使徒と戦ってるんじゃないんだよ、世界と戦ってる、うん、そう、逃げたい、もうやだ、ぶっ壊したい、だから最後ぶっ壊すんだよ、真珠くんが世界滅ぼすでしょ。そう、すごいかっこいい終わり方だよ、もうやだもうやだって、でも乗れ乗れって言って、やだよっつって、で最後何になるのか、ぶっ壊してやるっつって、うわーっつって世界をぶっ壊すんだよ、うん、そう、
それが最高にかっこいい。そう、こんな世界ぶっ壊してやるっていう庵野の欲望を、要は破壊神なんだよね庵野って。破壊をさせたり爆発をさせたら神様なの。シンゴジラもそうだったでしょ。破壊シーンめちゃめちゃすごいでしょ。破壊の庵野って呼ばれてる、破壊シーンを描かせたら。だから風の谷のナウシカが巨神兵がバーって出てきてビームでオウムを投げ払うシーン、あれをね作画監督やったの庵野だから、まさにあの頃。あれだってゴジラがウエアーつってブーッつってやってるシーンと一緒でしょ。そう、原点はナウシカだから、ナウシカのオウムを投げ払うシーンを描いたの庵野だから、変わってない。何も天才だよ昔の庵野はね。まあ宮崎駿が唯一認めた弟子だよね。寒いのは財布の中だけだよバカ野郎。頼むよ本当に。いや別にライト消してもいいよ、うん、こっちで語るのとライトあった方がどっちがいいよ。どっちもいいよ。俺はリスナーさんが見やすいように気を使って眩しい中頑張ってるつもりだけど、別にこれでいいんだったら俺はこれでいくよ。 なんでライトアップしてんのって。みんなが見やすいためでしょ。ライトいらない？ライトあった方が見やすくない？表情わからない？俺はどっちでもいいよ、うん、いるでしょ、うん、そう。だからそういうその俺の中であるのよ。俺は確かに映画そんなに詳しくない、作ったこともない、学校に通ったこともない、素人だけど、俺は映画を見る目はあると思ってるよ。悪いけど映像を見る目は超えてる方だと思うよ。悪いけどね、俺の中の一人の問題だけど、だから作るんだよ、うん、アメリは素敵だね、色彩がね、うん、カモメ食堂とかもね、海外の制作チームと一緒に作ったから映像がすごい素敵だった。カラーグレーディングっていう概念なんだけど、うん、もちろん取り入れるいいよね。色とか音とか表情とか俳優さんの演技とかいろんなことで表現できる、うん、俺がなんで目が寄ってるか教えてやろうかなあ。寄り目寄り目って書いてるけどよなあ、俺がなんで目が寄ってるのか。みんなのコメントを近くで見たいからスマホの画面を近づいていったら寄り目になってしまったんだよ。わかるか。目が離れてる配信者はコメント読む気ねえからな、覚えとけ。目が寄ってれば寄ってるほどリスナーさんのコメントを丁寧に読み上げるためだからな。リスナーさんに対する愛だよこれは。初見さんいらっしゃい。去年見た映画で一番好きな映画なんですか？去年見てないっすね映画は。去年見たのは何だろうな、アキラ、うん、3をつけろよデコスケ野郎めちゃめちゃかっこいいと思って。金だー鉄をお前には無理だめちゃめちゃかっこいいよね、うん、入りもかっこいいしね。北野武の映画、映画の良さが分からなかったら、例えばなんだけど、俺がアキラを最初に見た時分からなかった。でも見れば見るほどかっこよさに気づいてくって。だからその映画がいいのか自分の経験が浅いのかっていう問題があるの。それはいい悪いとかディスとかそういう意味じゃなくて、例えばね、童貞がさ恋愛映画分からないでしょ。失恋した苦しみを映画監督が一生懸命表現してね、失恋をした人が涙して美しいと思った時、童貞、恋愛したことない童貞は分からないって答えるんだよ。でしょ。
戦ったことないやつがロッキー見てもわからないんだよ、そういうもんだと俺は思ってる、そうだからそれは貧乏トレーダーをディスってるわけじゃない、気づくんだよ、気づくの。俺がよく生放送でも同じことが言えるんだけれどもね、ポンキッキーポンキッキー面白い、ちびまる子ちゃん面白い、ドラえもん面白いって言ってる女の子とか男の子にね、すげえ盛り上がってんだよ、たまちゃんかわいいとかちびまる子ちゃんかわいいとかドラえもん道具いいなって言ってる男の子に情熱大陸見せてこな、その子はなんて言う、良さがわからないって言うよ、でも情熱大陸を面白いと思ってる人がいるんだよ。でドラえもんも面白い、情熱大陸も面白い、ちびまる子ちゃんも面白い、ポンキッキーも面白い、だけど誰に向けて作ってるのかっていうのはそれは監督次第だし受け取る方の問題だから、別に分からなかったら分からないでいいんだよ。ドラえもんが面白いと思うことも素晴らしいことだよ、クレヨンしんちゃんが面白いと思うことも素晴らしいこと、だから放送でも同じなんだよ、面白くないって。それは面白くなくても面白い人がいるんだから、それは自分の問題なのかそれとも相手の問題なのか。鉄痕キンクリート最高だよ、めちゃめちゃ好きだよ。白が良かったね、白が純粋だからこそその黒のその狂気、イタチの狂気を描いてたね、あれは白だよ、白を描きまくってるから。そしてあとファッションだよね、そのまあ言っちゃえば絵が下手なんだけど、あのアニメ監督、まあ、ピンポンの監督も素晴らしかったけれども、松本太陽の絵って独特なのね、はっきり言ってあのアニメ向きじゃないんだよ、はっきり言うと絵本なの、あのあれは漫画じゃなくて俺は絵本って言った方が正しいと思ってるのね。だけどその絵本作家である、まあ漫画作家なんだけどあえて絵本って、これはディスじゃなくてリスペクトを込めて絵本、要は画力が高すぎる、パースが狂ってんだよ簡単に言ったら、要は魚眼レンズで描いたりしてんの。その世界観を動かした監督のそのアニメーションの技術の凄さ、エウレカセブンは分かんないな見てないごめんね、鉄痕キンクリートはすごいよ、白が良かったね、素晴らしい作品だと思う。俺はピンポンがすごい好きなんだけどね、ピンポン見てもらいたい、アニメ版のピンポンすごい、ペコかっこいいね、ペコ俺のヒーローだね、おばばもう一回オイラに卓球を教えてくれろって、めちゃめちゃかっこいいよ、挫折した天才、そしてスマイルのかっこよさね、おかえりペコ、かっこいいわ。俺間違いなくピンポンをあのガキの頃小学生中学生に見た、確実に卓球部入ってたね。ピンポンは見た方がいいよ、アニメ版くっそ面白いから。ヒーローケンさん漂流教室もいいね、話合いそうだな、いいよ。俺はねドラマだったら野島伸司の作品がすごい好きだったね、昔の野島伸司の作品すごく良かった。スラムダンク嫌いな人なんかいないよ、俺は宮城亮太が好きなのね、あの三井久志、ゴリ、赤木、ね、桜木、ルカワすらもう疲弊しきって諦めかけて心がもう折れてるんだよ、俺かけてるんじゃない、折れた時に宮城だけがね、流れは自分らで持ってくるもんだろうがよって叫んだの、あのかっこよさ、俺あの瞬間にあこいつが次のキャプテンだと思った、一人折れてないやつがいたんだよ、すっげーかっこいい。あとこうやって こうやって真正面でチビこそドリブルが生きる道っつってこうガッて三能線に駆け抜けるこのカッっていうこの目ね、あれがかっこよかった。いやゾーンディフェンスくぐり抜ける時の稲中卓球部好きに決まってんじゃん、ファンタっつってファンタ大好きだよ、稲中卓球部嫌いな人なんかいないよ。俺あれだよね、伊沢が電柱に喧嘩売るシーン大好きなんだよね、なめてんのかダメこの野郎っつって電柱に喧嘩売るんだよ。ミュージカルはあんまり見ないですね、ララランド見てないですね、見
いてないっすね。でもね、最近の、アニメとかの嫌なところが童貞ビジネスって言って、ひもて、要はモテない、要は女の子の恋愛できない人たちを相手に女の子をこうキャラクター萌えっていうのかな、ああいうのは俺は大嫌いだね。うん、純愛でもなんでもないよ。女の人を描ききれてない。女はもっとドロドロしてるし複雑だし、いつも悩んでる恋で、うん、それなのにね、萌え声でブリブリでロリロリで、ああもう見てらんないよ本当に。レディープレイヤーマンみたいね。金田のバイクとかも出てくるらしいよね。キラはかっこいいよな。最後宇宙を作って終わるってどういうことだよな。うん、俺はその女性本来のあれは、あんなものは女性から共感されない。童貞のひもての男が可愛い可愛いって言ってるだけで気持ちが悪い。それを偶像崇拝というんだよ。アイドルって偶像なのね。どの宗教も禁止してる。偶像を崇拝するのは悪魔がやることだ、うん、幻想だって言ってんの。そんなもん信じても幸せになれないよって。だからアイドルはバカみたいに猫なで声で萌え声で舌足らずな声でわざと幼く見せて、バカだったら、バカな女の子だったらモテない俺でも口説けるんじゃないかっていう。ボーイズビーか、読んだことある、前巻持ってたね。あんまりやめたいな、ボーイズビー。なんだろうな、俺はエロ漫画系だとセンチメントの季節っていう本がすごい好きだったね。エロ漫画なんだけどエロくない、抜けないエロ漫画の。なんで抜けないのかっていうと、女性が女性目線でリアルなエロをずっと描き続けたから。セックスをテーマにして、援助交際とかをテーマにしてる物語なのに、エロい描写がたくさんあるのに抜けない。なぜなのかって、女の子の性をリアルに描いてるから。なぜ彼女たちが援助交際をするのかみたいなことを、葛藤をずっと書いてる。その性のもどかしさとかをずっと書いてる。センチメントの季節っていう本、面白いエロ本ですよ。まあもしよかったらね、本当に応援してください。フォローしてくれたり、ツイッターとか YouTube とかふわっちフォローしたり、コメントで頑張れって言ってくれたりとかね。あと金銭的に余裕のある方はね、お金持ちの方だけでいいんで、本当になんかアイテムをくださったりとかすると、すごく励みになるんでね、ぜひよろしくお願いします。知識なんかないよ、俺はにわかだよ。作りたいから作ってる、読みたいから読んでる、見たいから見てる、欲望のまま生きてる悪魔みたいな男だよ。悪魔だよ悪魔。人様から小敷して生きてんだから、業が深いよ。本当は死んだ方がいい人間なんだよ。生きてる価値なし。ただ死にたくないかんね、怖いかんね。いや業が深いでしょ。働かねえで遊んで暮らしてんだから、すごい業が深いと思うよ。もうこの生き方しかできないから最後までやるけどね、それ以外のやり方知んないから。東野圭吾さん見てないですね、ごめんなさい。あんまり映画に詳しいわけじゃないんですよ。まあなんかね、映画の話って書いてあるから映画を語るわけじゃなくて、自分が作る映画について語ろうっていうのがテーマだから、ごめんね、全然詳しくない。俺はにわかだよ。
いや、サタンでしょ、ルシファー。うん、見方があるっていうか、それはそのまんまでしょ。サタンはルシファーでしょ。要は神様に一番近かった側近が裏切った、うん、一番力を持ってた天使が裏切った、うん、天使が落ちちゃった打点。なんだっけ、打点のこと英語でなんて言うんだっけ、ニールダウンって言うんだっけ、合ってる、俺学がないから分かんない、ニールダウンで合ってるっけ、打点って、うエヴァの話で枠を終わると思ってました。エヴァの話全然意味が分からなかったことを聞いてくれれば、なんかこのエヴァのこの部分が分からなかったんだけど、ワドーはどういう風に見たっていう風に振ってくれれば全然。特に俺がエヴァの話をするときは旧作の話が多いかな。新作はあんまりグッとこないんだよね。なんか面白くないんだよね。なんかエヴァの一番良かったところが抜けてるような気がして、うん、アンド自身が幸せなんだろうな、多分結婚して収入も安定して日本ね屈指の映画監督になれて、うん、シンジ君がこう社会に対して恨んでるとか迷ってるとかそういうものを感じ取れないんだよね。おはよう。そう、シンジ君が幸せそうなんだよ。なんかそうじゃなくて、なんか病的なさ、いやこれ心療内科行かないとダメでしょうっていう感じが良かったんだよね。狂ってるなみたいな、シンジ君誰かお薬あげてみたいなのが良かったのに、ね、映画が始まって冒頭でオナニー始めちゃうのが良かったよ。いやー良かったよ、カオル君、うん、自らね唯一分かり合えた親友を殺すっていうのは最高の表現だよね。急激でアスカの捕食シーンで量産型が2号機を取り込んでないです。はい、いやシーンの意味はないですよ、アクションシーンなんで。で取り込んでないからあれは誤解、うん、取り込んでないです。要は殺しただけですよあれは、うん、何を意味してないです。要は2号機を沈めたんです。ちなみにあの量産、例えばじゃあまあ量産型のダミープラグ、あれカオルくんだからね、カオルくんのダミープラグだから、今まで使われてたレイのダミープラグとは違うよ。取り込んでないです。なんでかっていうと量産型はそもそも S2 機関内蔵型なんですよ。初号機、要はね生命の実と知恵の実っていう概念があるんだけど、もともと旧約聖書のアダムとイブ、人類が持ってたのは知恵の実、要は知性を手に入れた。で要は原罪って言うんだけど、イブが蛇にそそのかれてあの実を食べろって、あれは食べちゃいけないって神様が言ってた、いや大丈夫だから、食べた瞬間アダムとイブは知恵の実を食べる。その時に恥ずかしくてイチジクの葉で陰部を隠す、これが服の始まりだから、ネルフのマークっていうのはイチジクの葉っぱなのね。で人類っていうのは知恵を持ってる。で今度永遠の命である生命の実っていうのを食べると神になれるので、初号機っていうのは知恵の実の結晶で作られた、ただ電源がないと動かないという欠点があったでしょ、 内部電源で。だけども、最強の使徒っていうのを捕食したでしょ、あれは S2 機関を内包したの。だから初号機は神になれる、要はサードインパクトを引き起こすトリガーになれたの、神になれたから、ね、だけどその量産型が捕食したっていうのはもともとあれは S2 機関内蔵なの、だから何も取り込んでないです。全員焼かれたのが分からなかった。全員焼かれたってどういうこと？だから取り込んではいないですね、うん、宗教の反対が哲学と言われているので、反キリストが、将来的には一番キリストを知ることになるような気がします。ああ、だから面白いですよね。それはすごくて、科学者、有名な名だたる科学者ほどあの宗教家だったりするんだよね、うん、世に名を残してる哲学者だって科学者の
人ってすっごい敬虔なクリスチャンだったりする。要は知恵の実だよね。要は知恵を追求していって神様を信仰していたのに神様がいないことをどんどん突き詰めていくっていう、うん、そう。だからその生命の実を稼働させるためにあのお母さんの魂であったりとかそのアスカのお母さんの魂が取り込まれてるからその子供じゃないと操縦できないっていう設定だったの、もともとは。0号機黄色と青と白のツートンカラー、白と黄色のツートン、あの進撃の場合はツートンカラーですね。機体は何だったんですか。まず初号機って呼ばれてるのがテストタイプなんですよ。で赤いコスチュームの2号機って呼ばれてるのが、実用機なんですね。だから2号機からが正式な、実用型兵器なんです。で紫色の機体っていうのは、初号機って呼ばれてるのはあれはテストタイプなので、0号機は何なのかっていう試作機なんですよ。試作機だから白い機体は何だったんですかって言われたら試作機ですね。聖書でも禁断の実を食べた後あなたは私神のようになると書いてありますね。正確に言うと知恵の実 と、生命の実だから、もともとね、あの寿命が長かったっていう風に書いてあるんだよね、聖書では。だけどどん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 寿命が短くなっていくっていう。使徒っていうのは S2 期間、要は永久期間って呼ばれてるやつで、要は永遠の命を持ってるって。全然エヴァンゲリオンのことならある程度答えられると思うんで、何でも聞いていただいて。現在俺が考えるに知恵って何なのかっていうと、自我の芽生えイコールね、自我の芽生えとは何なのかっていう、これ俺の完全な考察なんだけど、知性の元は何なのかって、死期を悟ることなんだよね。自分の死ぬ存在なんだっていうことを知った。だからそれが怖くて知恵が生まれた。そのために宗教が作られたって。猫とかね、鳥とか見てるとね、自分の死期、要はね、今しか分かってない気がするの。要はね、未来と過去が分かるようになった気がするんだよね。人間が人間たる理由だから怖くて頭が良くなった。そう、死ぬ理由を探したりとか、死ぬのから逃れようとするって、俺はこれこそが現在だと思ってんの。これは完全な俺の宗教観ね。まあ映画の中に織り込みたいものの一つなんだけど、死ぬのが怖いからっていうセリフを入れたい。もうお腹いっぱいかな、リスナーさんも。夜更かして多分みんな寝ちゃったんだ。これで終わりにするか。
残り15分で。まあまあ楽しかったね。久々こんなに配信長時間やったんじゃないかな。楽しかったね、今日の放送は。いい枠だったね。いい時間を過ごしたよ。まあでもね、蓋開けてみたらクソみてえな映画かもしんないしね。神が完全なら知恵の実を食べさせないこともできたはずと宗教学者に聞きましたが、食べるか食べないかを選ぶことが神が人間に与えた愛だと言ってました。ね、それはね、その打点の問題も、要は自己矛盾をはらんでて、宗教、キリスト教の学者じゃなくて宗教学って言われてる学者はよく指摘してるんだけど、キリスト教は矛盾の宗教だっていう、愛の宗教ではないっていう。例えばその神様が完全なのに、なんで側近のルシファーが裏切ったのかっていう問題とかもあるし、結構矛盾の多い宗教な。でもまあまあまあ、そういう宗教だからね。要は隣人愛を唱えながら、隣のね、異教徒を焼き尽くせって、ぶっ殺せって、女子供を焼き払え、町も焼き払え、金品は強奪しろって、そこに国を建てろっていう、それがねキリスト教でもあるから。だから神様の命令は絶対っていう宗教の、神様が命令したら絶対 OK みたいな、俺ら守るぜっていう、それ良くも悪くもそういう宗教、自己矛盾をはらんでるキリスト教の中に。ねえ、楽しかった。ああ、ぜひぜひフォローしてください。嬉しいですね、ありがとうございます。もしよかったらツイッターもフォローしてもらいたいですね。ツイッターと YouTube、まあ、ツイキャスとかもやってるんで、和戸監督で、Facebook、Instagram とか、全部和戸監督で、検索して、好きなのをフォローしてください。Facebook はね、あと50人ぐらいしかね、もう、友達申請できないんですけど、5000人が限界で、あと50人しかいないんで、Facebook はあと50人限定なんで、もし Facebook つながりたいなっていう人がいたら、早めに申請飛ばしてください。二人エッチ読んでたけど、あんま好きじゃなかった。ゆらさん、あんまりタイプじゃなかったね。二人エッチはなんか微妙かな、なんか、全然エロくないんだよね。エロスを書かれてないっていうか、なんか微妙かな。あんまりグッとこないね。読んでたけど、ベルセルクの方が抜けるよね。キャスカの方が全然エロいよね。ペンパルスのね、テルミーワイっていう曲すげえ好きだったね。Tell me why, tell me why, tell me what you want. I don't know why, don't know why, don't know why you pray. Tell me why, tell me why, tell me what you say. I don't know why, don't know why, too late, it's too late. めちゃめちゃ好きだったな。知ってる？ペンパルスのテルミーワイ。ベルセルクのアニメ版の主題歌だったんだけど、いや歌詞は分かんない。英語は分かんないから。二人エッチは漫画本の方が良かった。アニメ版にもなってんだ、知らなかった。まあ絶対見てほしいのは、和道リスナーだったら絶対見ろっていうのは、まあ降格、押し守る、降格機動隊、イノセンスは見なくていい、降格機動隊、アキラ、エヴァンゲリオン、アニメ版新世紀エヴァンゲリオン、あと卓球のピンポン、まあなんだろう、マインドゲームだっけな、マインドゲーム、あとなんだろう、 あのコン・サトシの、なんだっけコン・サトシのデビュー作なんだっけ、パーフェクトブルー、その辺は絶対見た方がいい。見てなかったら人生損するよっていうレベルだよね。もったいないよっていう。もう定番中の定番だけど、定番だからこそ見てもらいたいっていうか。特にコン・サトシは生きてたらね、とんでもない作家っつうか、まあ化け物だからね。コン・サトシが死んだっていうのは日本のアニメ業界の、なんだろう、宝を失ったと思ってて、あの作風ができるっていうか、アニメであれができるっていうのはすごいなっていう、天才だなと思うね。
特にパーフェクトブルーのすごいところって、配信の女配信者を見てるようで、地下アイドルの話だから、なんか配信界の病んでる女の子とか見てるようで、すごい今見ても新しいんだよね。パーフェクトブルーすごいおすすめですよ。地下アイドル、統合失調症になった地下アイドルの話で、あの芸能界のなんか汚さみたいなものとか病気感とかすごいうまく表現されてて、まあライトな感じ見たかったらパプリカ見ればいいけど、これはパーフェクトブルーすげえなーと思ってるけど、特に若い人だったらパーフェクトブルーとか見たことないと思うから、あ、こんな天才がいたんだっていう。古典だけどね、すごい古い古典アニメだけど、まあ絶対見た方がいいっすね。眠い。ほぼ毎日スペインのピアニストと絡んでるの、少しだけ英語覚えてきました。羨ましいな。悔しいな。楽しかったけど花火が追いつかねえ。金持ちの人欲しい。マジでスポンサーつかみてえな。谷町つかまねえと積むぞこれ。この毎日の生活の不安と戦いながらやってくるのボロボロになるよ。金持ちの人助けて、花火くださーい。今日やばいよ、1日15時間ぐらい分回してやばたんだよ。お金持ちの人いませんか？いないだろうね。寝よ。残念だが今日は運がなかった。まあ楽しかったよ、みんなありがとう。楽しかった。まあこういう日もあるよね。また語り合おうぞ。また朝まで語り合おうぞ。ワクワクドキドキ、アンチトツマチもね、たまにはやってみてもいいね。まあ毎回はやりたくないけど、まあリクエストがあったりとか、そろそろやってよっていう風にキツネ枠で言われたら、まあやってみようかな、うん、ちょっと面白い試みだったから、ありがとね、こちらこそ。うん、源ちゃんの曲さ、ツイッターにあげてもいい？あれ、源ちゃんのレコーディングしてくれたやつ、俺の YouTube にあげていい？OK、 ありがとう。紹介欄に作曲者、作詞者、源ちゃんって入れたいんだけど、リンクは何貼ればいいかな？ツイッター貼ればいい？源ちゃんの、あれ、源ちゃんのツイッターって俺フォローされてたっけな。リンク何貼ればいいかな。リンクツイッターでいい？紹介欄。なんか LINE とかにツイッターの URL と、なんか自己紹介、軽い自己紹介みたいなのあったら、プロフィールみたいなのあったら、 YouTube の説明欄に貼っておくんで、もしよかったら貼ってください。よろしくお願いします。LINE に送っといてもらえれば嬉しいです。じゃあ皆さんありがとうございました。寝ます。よろしくお願いします。けんちゃん曲ありがとね。お疲れ、みんな。お疲れ様です。